オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。オフィスシオン FM しきたりアカデミーでは、家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。今回のシリーズは家族葬の現場から、オフィスシオンで働いている女性スタッフが仕事を通じて日々感じたことをブログに書いています。その中から毎日1話ずつご紹介していきます。今日のタイトルは串本息。本日は和歌山の串本に行ってきました。朝4時起きで出発して、先ほど奈良に帰ってきました。串本には亡くなった父親が住んでいたので、今は空き家にしてある家の掃除などをしてお墓参りをしました。そしていつも留守の間に私に代わって家の周りの草刈りや家の換気などをしてくれている近所や親戚に挨拶をしてきました。葬祭業はこれから忙しくなります。だから今年最後の串本だと思って挨拶も済ませることができました。いつも思うのですが、田舎の人たちは本当に働き者ですね。私は父親が存命中はその方々とはほとんど話をしたことはありませんでした。ところが父親の葬儀の時以来、その方々と親しい付き合いが始まりました。葬儀ってこのような新しい縁を生み出す場所であるものだと自分の経験を持って感じています。そしてこの方々にはいつもいつも感謝しています。今日のブログのタイトルは串本行きをご紹介しました。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただけます。またオフィスシオンの寺尾社長監修漫画で丸わかり、初めてのお葬式をプレゼントいたします。難しい、分かりにくいと思われがちなお葬式について、事前に知っておくこと、葬儀者を決めるまで、当日を迎えてなど、漫画で分かりやすくご紹介しています。また皆様からの質問やご意見ご感想も募集しています。本希望の方、ご質問などは住所氏名をお書きの上、メールの場合は info@nara.fm、 ファックスは074224-8422、郵便の場合は郵便番号 630-8334、 奈良市西の深夜町43番地奈良 .fm オフィスシオンの係までお願いいたします。オフィスシオン FM しきたりアカデミー、家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りしました。